ルカ・シャマーニッチは、クロアチア・ザグレブ出身のバスケットボール選手。身長210センチメートル、体重95キログラム。ポジションはパワーフォワード。NBA のニューヨークニックスにツーウェイ契約で所属している。クロアチアのザグレブで生まれた。父親のマルコ・サマニッチは、スロベニアのクラブ、KK クルカと共に、ユーロリーグで19年間、プロバスケットボール選手としてプレーした。父親の経歴により、ルカは幼い頃から、多くの国に移住した。彼は生後9ヶ月の時にベルギーに移り、後にスロベニアとドイツにも移住した。サッカー、ハンドボール、テニスなどの様々なスポーツをして育ち、ブレイクダンスも練習した。11歳になるまでに最後に試みたスポーツであるバスケットボールをプレーしなかった。サッカーのプレー経験がバスケットボール選手として、能力向上に寄与していることを認めている。2019年6月20日、2019年の NBA ドラフトで1巡目19位でサンアントニオスパーズに指名され、7月1日、ルーキー契約を結んだ。スパーズで2シーズンで36試合に出場し、平均 3.8 得点 2.2 リバウンドを記録したが、2021年10月11日、スパーズとの契約を解除された。2021年10月15日、ニューヨークニックスとツーウェイ契約を結んだ。ポーランドのラドムで開催された2016年 FIBA ヨーロッパU16チャンピオンシップでクロアチア代表チームデビューを果たした。2016年8月16日、対スウェーデン戦で74-67の勝利した試合で17ポイント、15リバウンド、5アシスト、9ブロックを記録した。大会最終戦で24ポイントと12リバウンドを記録し、3ポイントを9本中4本成功させたもののトルコに敗れた。クロアチアが4位でフィニッシュした時、サマニッチは1試合あたり平均 17.7 ポイント、10.4 リバウンド、2.9 ブロックでオールスター5の栄誉を獲得した。2017年、エストニアのタリンで開催された FIBA ヨーロッパU18選手権ディビジョン B でサマニッチは21ポイント、8リバウンド、4スティール、3ブロックを記録し、イギリスにオーバータイムで勝利し、クロアチアを金メダルに導いた。サマニッチはゲーム平均 13.3 ポイント、7.3 リバウンド、1.8 スティール、1.6 ブロックでオールスター5に選ばれ、トーナメント MVP を獲得した。サマニッチは、ラトビアで開催された 2018FIBA ヨーロッパ18歳未満選手権にも参加し、2018年8月3日、ウクライナ戦で29ポイント、10リバウンド、4ブロックを記録し、3ポイントラインから5本すべてを成功させ、勝利をつかんだ。この大会では1試合平均17ポイント、7.7 リバウンド、1.8 ブロックを記録し、クロアチアは11位でフィニッシュした。ありがとうございます。